コンテディ・カブールは、イタリア海軍のコンテディ・カブール級戦艦。艦名は、イタリアの政治家、カミッド・カブールに由来する。1910年起航、1911年浸水、1915年に収益。第一次世界大戦と第二次世界大戦に参加した。収益後、差し迫ったオーストリア・ハンガリー帝国との戦争に備えて、タラントに配備された。 1915年5月24日の第一次、世界大戦勃発時には、探検家としても知られるルイージアメデオディ、サボイア少将の帰還になった。戦争中、敵と交戦することはなかった。戦争後来た、アメリカへの宣伝公開を行った。その公開では、ジブラルタル、ポンタデルガダ、ファイアル島、ハリファックス、ボストン、ニューポート、トップキンスビル、ニューヨーク、 フィラデルフィア、アナポリス、ハンプトンローズに寄港した。1922年の夏、国王ビットーリオエマヌエレ3世が、コンティディカブールで、イタリア領となった、アドリア海沿岸の都市を訪れた。また、1925年4月には、ベニート・ムッソリーニがトリポリを訪れるのにも使用された。1928年5月12日、タラントで武装解除された。 1933年10月、コンテディカブールは改装工事のためトリエステへ移された。1940年6月10日にコンテディカブールは海軍に復帰し、1940年6月10日のイタリアの第二次世界大戦参戦時にはタラントにあった。大改装後のコンテディカブール1940年7月9日、コンテディカブールはカラブリア沖海戦に参加した。 1940年11月11日のタラント空襲でコンティリカブールはイギリス軍機の雷撃により沈没した。1941年終わりに引き上げられトリエステで修理が開始されたがコンティリカブールが復帰することはなかった。1943年9月10日にドイツに捕獲されたが1945年2月15日のトリエステ爆撃で放棄された。 1947年2月27日にスクラップとなった。ありがとうございます。